山梨県の富士河口湖町の中央公民館で開かれます。富士河口湖町の在宅医療推進協議会などが主催するもので、長年在宅医療を支えてきた医師の講演のほか、自分の健康をチェックする測定コーナーなども設けられます。今度は東北です。お年寄りに生きがいを持って健康に過ごしてもらおうと、仙台市の江東台公園でシニア生き生き祭りが開かれます。高齢者のサークルがフラダンスなどを発表するほか、参加者たちが一緒に体操を行います。このほか自分で作った野菜や手芸品の販売コーナーも設けられ、参加者たちが交流を深めます。山形県内で大規模な地震が発生し、災害派遣医療チーム DMAT が出動することを想定した訓練が東根市の山形空港などで行われます。東北6県と新潟県の医療機関から医師や看護師などおよそ300人が集まり、SCU と呼ばれる臨時の医療拠点を設置したり、陸上自衛隊のヘリコプターで患者を搬送したりするなどの手順を確認します。おしまいに北海道です。北海道東部の牡蠣の産地厚岸町で厚岸牡蠣祭りが始まります。太平洋に面した厚岸湾と厚岸湖は淡水と海水が混じり合う豊かな環境で育った牡蠣が名産で、秋から冬にかけて一層おいしくなる時期を迎えます。祭りでは牡蠣やアサリなど取れたばかりの海産物が売られ、その場で焼いて味わうこともできます。厚岸の牡蠣祭り、今日から10日まで開かれます。以上、列島今日の動きをお伝えしました。では村地宗一さんのアコースティックギターです。ジェントリー。残しておする花火だった。残しておする花火。 Once a lucky finder